今日はゼルフィンのヒロトです。イエーイ。なんか久々やな、こんな感じ。キキ報告ってことで、登録者が7万人来ました。ちょっとまだ分からんけど、まだ金曜日で、まだ100人ぐらい足りてないから、まあ行っとるやろってことで行っとるんやけど、まあてか一回行っとったんやけど、7万人1万人ぐらい落ちたから、登録者ガーンって。だからまあそれで登録者1万人落ちて、でまた持ち越して、まあ、やっと7万人行ったっていう感じかな。今2日前ぐらいかな、動画上げてんごめんなっていうタイトルで。そしたらさ、びっくりしたのが、結構自分が思ってる以上にコメントとかがすごいバーってきて100件ぐらい。結構自分の中で衝撃的というか、ほら学校遊戯編でパーンって伸びた時にさ、まあバーって来たけどさ、あれからもう4ヶ月ぐらい経ったやん。この4ヶ月どん底やったから俺。燃え尽き症候群になったり、全財産なくなったり、1万人登録者減ったり、鬱になったりとか、いろいろあって、全然 YouTube に向き合えてなかったから、ファン減ったやろなって正直思っとったやん。だってライブやっとっても、数十人やし、普通に動画上げとっても、そんな別に来おへんやん、コメントも。まあ、なんていうの、だからその、そういう狭いコミュニティでやっとったわけよ。だから、まあそんなに、あれかなとかって思ったら、意外とバーンって来たから、なんかすごい嬉しかったな。嬉しかったし、びっくりした。俺のこと応援してくれとる奴らがこんなにおるんや。なんかもうほとんどの奴らは離れてってなるなって、俺は勝手に思っとったから。でもなんかそうやってね、この4ヶ月、どん底の4ヶ月でも変わらず見てくれとる人たちがおったりとか、ああいう状況にあった時に励ましてくれたり、応援してくれたりっていう人たちがおるっていうのは、なんかすごい、なんていうの、ありがたいことやんな。正直、この4ヶ月ぐらい、自分の作っとるとか面白いとは思えてなかったから、なんかそれが一番ひどかったな。自分が作っとるもの面白いって思えへんくなってからが、もうなんか、メンタルバーンと落ちてみたいな。上げとる動画を基本的に TikTok とインスタと YouTube ショート、YouTube とかで、まあ、いろんなところで上げとるんやけど、少しずつね、各メディアじゃねえよ、SNS、少しアンチが増えてきたんやな。本当に少しやけど、でも学校遊編とかもそうやったけど、やっぱそのアンチが来た時って伸びとる証拠やった。これはちょっといい兆しなんかなとか思いながら、まあでも全然傷つくから消すけどな、コメント。あ、やめてって消すけど、まあでもね、こっから頑張ろうっていう感じです。はい、っていう感じでっていう感じでした。はい、だからもうこれから頑張るよっていうのと、7万人行きました、イエーイ。で、あとね、日曜日、明日かな、日曜日の8時半からね、7万人行きましたっていうライブやるんでね、よかったら来てね。ということで、これからも頑張りますんで、ぜひぜひ、今年飛躍の年になりますね。ゼロ点のことを、見ていてくれたらなと思います。またね。